ごくごくだな。市長の無念は僕たちが晴らす。栄えてたけど、どういうことだ。そうだったのか。仕事できる風だったのに。今のうちだぞ。当たるか。はっふん。やあ。驚け。大名。もらった。そこだ。あっ！
Thank you.
の精霊よ。一気に詰める。よろしくね。
Thank you.
あたれ！
ああ、バッチリやってきたよ。お疲れカレオツ。仕事変わってもらえるとか超得したんですけど。じゃあ約束通り、霊女のことを教えてもらおうか。霊女はどうして王女を刺すと言っていたんだ。全然教えるっつーの。別に減るもんじゃないし。実はあの子には秘密があんの。いや、そりゃそうだろうな。あの子って小さい頃から伝説のドラゴンとつながりがあったんだよね。伝説のドラゴン？ネザードライクってやつ。そいつの力でいろんな願い事を叶えてもらってんの。え？でもね、願い事を叶えてもらうのと引き換えにネザードライクの命令に従わないといけないわけよ。で、最近ね、霊女があることをお願いしたわけ。そしたら、それを叶える代わりに結婚式で王女を刺せって命令されたわけ。なんでそんな命令を。さあね。それに霊女は何をお願いしたんだ。さあね。でもネザードレイクって人を操っちゃうから。何？このままだとあんた刺されるかもしんない。気づくの遅っ。霊女操られてたのね。なんで過去形で、霊女はなんで巻物にケーキを持ってきてたんだ。ケーキ？そんなの知らないし。嘘がバレバレすぎるぞ。まあそういうことだから、あとは霊女に直接聞いてみちゃえば。あ、さっきまた霊女がここに来てね、カムザに帰る途中のブドウ島でネザードレイクと会うって言ってた。ネザードレイクと会う？契約を取り消してほしいって直談判する気じゃない？そんなことしたら大変なことになりそうだけど。え？霊女食べられちゃうかもね。え？腹ペコ？早くブドウ島に行かなきゃ。霊女を探そう。ネザードレイクがいるのはブドウ島だな。風の平原から行けるのね。急ごう。
待たせたな。こっちなら、とどめ。
敵はなし。
く普通の場所に出たか。あの森やバケデールは息が詰まる。それってやっぱり怖かったってこと？そうは言っていない。じゃあ一人でいても大丈夫だな。お前がいた方がいい。しかし凶悪なドラゴンと一人で会うとはな。レイジョも案外肝が据わっている。心配だよね。早く探さなきゃ。通らせてもらうぞ。それでも当たるか。おりゃそりゃ。とてもものか。そうだ。こっちなら当たるか。当たるか。こっちなら当たるか。はずなりの精霊よ。こっちなら当たるか。こっちなら当たるか。ものか、はっ！とてるものか、はっ！こっちなら、こっちなら、当たるか！こっちなら、それでも通り付けにしてやる！やった！当たるか！こっちなら、当たるか！はっ！せい！カムザに帰る途中でネザードレイクと会うと言っていたな。うん、この平原かその先か、今は進むしかないね。当たるか。こっちなら。でも
僕の出番だ。おりゃそりゃ当たるか当たるか、こっちなら、こっちなら氷の精霊よ、はっ物か物か、当たるか当たるか、こっちなら、当たるか雷の精霊よ、悪くない。Thank you.